こんにちは。初めてのセンター古文第5回目になりました。今日はですね、軽くなんですけれども、今日はいきなりなんですが、敬語の基本についてやりたいと思います。敬語、古文の中でも一番山場なので、頑張ってついてきてください。敬語っていうと何のために敬語ってあるんだろうとか、敬語がなければよかったのにとかいう話をよく聞くんですけれども、実は敬語が分かっちゃえば古文本当にスラスラ読めるようになります。なんでかっていうと、敬語は主語を決める一番大事な要素なんです。前回やりましたね、主語の省略、古文は多いです。主語の省略をするため、主語の省略を補うために、例えば手だったりとか、鬼がドバーとかやりましたね。なんですが、敬語を学んだらさらに1段階、2段階、主語が、主語を補うことになります。補うことに大変有利になります。ではまず最初になんですけれども、敬語。どんな敬語があるのか、簡単に基本的なことをおさらいしてみたいと思います。ちょっと知ってる人もいるかもしれないので、こちらは、さらっとやっていきたいと思います。敬語まず3種類あります。尊敬語。それから謙譲語。これ現代文も古文も同じですね。尊敬語と謙譲語と、それから最後に丁寧語があります。これは教科書なんかに絶対載ってますね。で、簡単に説明しようと、尊敬語っていうのは動作の主体、主語を高める言い方、謙譲語は動作の受け手を高める言い方、丁寧語は読者や聞き手に対する丁寧な言い方です。例えばなんですが、尊敬語、のたまう、おっしゃる、日本語で言うおっしゃる。例えば謙譲語だったら、たてまつる、差し上げるだったりとか、丁寧語だったら、はべり、そうろう、丁寧語は2つしかないんですね。はべりとそうろう、あります、おりますというのがあります。で、ここで、いきなりなんですが、敬語ということで、ちょっとこんな表を書いてみました。これはですね、こっち側が、問題を解くときにちょっと考える頭の使い方で、こっち側を訳すときに使う頭の使い方って感じでこう整理してみたんですけれども、順番に敬語についてやっていきたいと思うんですが、もう一回確認します。敬語っていうのは誰かから誰かを敬うとき、誰かから誰かに敬意を表すときに使う言葉です。敬語っていうか当たり前ですね。例えば校長先生が生徒に何かをおっしゃいましたっていうときに、じゃあどういうことが行われ、そこの文章に何が起きてるかっていうと、校長先生というものに対して話者、その発言している自分自身が敬意を持ってますね。ということで校長先生が偉いということが分かります。生徒から校長先生ではなくて、話している話者から校長先生への敬意がというところに注意してください。ここで何が言いたいかっていうと、誰から誰の敬意なのかってことを敬語では必ず確認するようにしてください。それが尊敬語、謙譲語、丁寧語でちょっとずつ違ってきます。まず最初に字の文会話文って、ここ字の文会話文ってことなんですが、まず字の文会話文って何かについて説明しますね。字の文っていうのは、会話以外の全ての言葉です。例えばその鍵括弧がない場合の、一般的な話を、字の文って言うんですけど、字の文っていうふうに言うと会話してください。で、まずじゃあ字の文について考えてみます。字の文の時、敬語を発した場合は誰からの敬意でしょうか。もちろん話し手ですね、作者ですね。さっきも言ったように、私、校長先生が生徒におっしゃったって言った場合は、生徒から校長先生ではなくて、私、話してる私から校長先生の敬意ですね。それはどんな文章であっても変わりません。字の文、作者が誰かに対して敬意を持ってます。さて誰でしょうっていう時に、尊敬語、謙譲語、丁寧語っていうことに分かれてきます。まず尊敬語、誰への、敬意でしょうか。これは覚えてください。主体です。さて主体というのは何でしょうか。話が行われている時の主語にあたる言葉です。さっきも言ったように、さっきが分かりやすいように、校長先生が生徒に、校長先生が何か行ってますね。そういうのが主体と言います。じゃあ、謙譲語、客体を修飾します。私が校長先生に申し上げる、校長先生に申し上げると言ってるので、誰々に誰々を申し上げる、誰々をその行為の相手に対して敬意を表したい、それを客体というんですが、その時に謙譲語を使います。じゃあ最後に、花は綺麗ですっていう時、これ丁寧語ですね。ちょっと今あえて現代語で使ってますね。
あえて分かりやすいように現在で言ってるんですが、花が綺麗ですって言った場合、じゃあ私、作者である私は誰に対して敬意を払ってるでしょうか。花が綺麗ですっていうふうに言ってる、聞いてる、聞き手に対してですね。だから例えば聞き手、読者、例えば字の文である小説であったら読者ですね。読者に対して敬意を払ってます。確認します。これ絶対覚えてください。尊敬語は主体に対して、謙譲語は客体に対して、丁寧語は聞いてる読者に対して敬意を払っています。もう一回確認します。誰からの敬意ですか。全部字の文の作者からの敬意ですね。話してる作者からの敬意です。じゃあ会話文、会話文の場合どうなるでしょう。鍵括弧付きの会話文だったり、誰々が思いましたっていう鍵括弧付きの場合、会話文です。その場合は会話を発してる人ですから、会話を発してる、話して会話の、会話をしている人が敬意を持っています。例えば分かりやすいように言います。花子さんが校長先生、花子さんが校長先生に、私は先生にこのプレゼントを差し上げたいと言いました。分かりやすいように花子さんが言いました。私は先生にこれを差し上げますと言いました。鍵括弧付きですね。私は先生にこれを差し上げたいという場合、差し上げるという謙譲語を使っています。客体、先生に差し上げる、客体です。でも誰から誰への敬意でしょうか。鍵括弧付きの場合、花子さんから校長先生の敬意ですね。それは客観的に見ても私じゃありません。ということで鍵括弧付きの会話文の場合は話してからの敬意です。ここすごく混乱しがちなのでよく考えてください。特に字の文の場合、どうしても誰々が何とかなさるって場合、さっきみたいに校長先生が生徒におっしゃったの場合、生徒から校長先生敬ってるんじゃないかなと思っちゃう人いると思うんですけれども、そうじゃありません。必ず話してる人、作者、話してからの経緯だってことを忘れないように、ちょっとしつこいんですけれども、ここよく混乱しがちなのでよく覚えておいてください。それちょっとこっち、それで何がわかるかっていうとこちらになりますね。さっきも言いました、敬語を何の時に使えるかっていうと、問題を解く時に使います、文章を読む時に使います。こちら文章を読む時の話をします。何がわかるか、主語がわかります。敬語、尊敬語が使われている時は誰から誰に話している時でしょうか。それは位が高位の人、位が高い人が位が低い人に対して話してるんですね。さっき校長先生が生徒におっしゃる。なのでこういう場合、私はよく王冠マークなんかをつけるんですけれども、こっちの人の方が位が高いです。話してる人の方が位が高いです。じゃあ逆に謙譲語、生徒が校長先生に申し上げるといった場合、定位の人が高位の人に何かをしている場合ですね。なので話の客体、何かをしてもらっている方、何か行為を受けている方の方が位が高いです。じゃあ最後定年後、花が綺麗ですって言った場合、誰から誰への、誰が位が高いでしょうか。わからないですね。なんでかっていうと、作者から聞き手への敬意なので、ここは誰が何だか分かりません。特に理由はありません。特にさっきも言ったように、丁寧語っていうのは古文には2つしかありません。はべりと、ごめんなさい、はべりと早漏の2つしかありません。なので、ここの場合は主語の行為、定義は考えないことにします。これを必ずマスターしてください。何度も何度も、もうしつこいようですが繰り返します。誰から誰への敬意の場合、字の文の場合は作者からの敬意です。誰への敬意なのか、主体、客体、読者への敬意です。これを頭に叩き込んでください。で、敬語は何が難しいかって、これを理解した上で文章に落とし込まなきゃいけないんですけれども、一つの文章に何回も何回も敬語が出てきます。さらに言えば、尊敬語と謙譲語が混じった形で出てきます。例えばどんな形で出てくるか、ちょっと読んでみたいと思いますね。例えばですね、どんなのがあるかっていうと、泉の大将、これ来週やる、次回やる文章なんですが、泉の大将、こう佐の大井殿に、もうでたまえりけり、これ、わかりにくいです。もうでたまえりけりっていうふうになるんですが、要は、謙譲語と尊敬語がぐちゃっと一緒になった形で出てきます。この場合、どういうことが起きているのかって言います。もうでたまえりけり。ここに書いてあるんですかね。まあ、腕、たま、
礼儀。これがこっちが謙譲語、こっちが尊敬語です。同じ一つの文章にぐちゃっと二つのことが並べられています。ただ分かりやすいです。これさっき会話文じゃないですね、字の文ですね。字の文ということは誰からの敬意ですか。どっちも作者からの敬意です。作者から誰に対しての敬意ですか。詣で玉入り敬意だから、まずこっちの謙譲語なので客体への敬意、それが玉入りなので主体への敬意。これ何が分かるかっていうと、主体も客体も誰から誰へ、 A から B へ、何が起こっているかというと、 A さんも B さんも位が高い、作者よりも位が高い、尊敬されているということが分かります。こういうふうに敬語は誰か、誰が位が高いのか、誰が位が低いのか、そういうことによって主語を補ういい判断材料になってくるんですね。ということでこの敬語結構難しいんですけれども、来週はこれを使って文章を読んでいきたいと思います。で最後に一つだけ敬語、皆さん敬語が嫌な理由、なんかすごく分かりにくいっていうのの他にもう一つ、敬語いっぱいありますよね。ですごくいっぱいあって覚えにくいなって人がいるんです、いると思うんですが、ちょっとこれは頑張って覚えてください。で私なんかがよく、高校時代にやっていたのはラインマーカーで色を決めて、例えば尊敬語には緑、謙譲語には青、丁寧語には紫とか、こう色を決めてラインマーカーで出てきた文章にどん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 色を塗ってください。もう真っ赤になると真っ赤、いろんな色が塗られていくと思います。そうすると視覚的に敬語、どの敬語が何って覚えていくので、必ず自分で色を決めて敬語を塗っていくっていう癖をつけてほしいなと思います。来週具体的な色の付け方についてやっていきたいなと思います。この表来週までに頭に入れといてください。ではこれで終わりにします。